こんにちは、ストーンさん。これですか。ゴッドファーザーですね。動画見させていただきました。学校で教えてくれないお金の勉強ということですけども、私は常々思ってるのはね、学校でお金の勉強させてくれないよねっていうふうなことですよ。これお金の勉強って家庭ですることだと思ってるんですよね。お父さんが自分で働いたお金をどういうふうに家計に割り振ってるかってことは、やっぱりね、小学校の高学年、もしくはそうですね、子供にお小遣いをあげる頃にはもう教えていかないといけないかなと。このお小遣いはどういう割合で出てるのか、自分のこのうちのね、所得もちゃんと明かしていかないといけない。やっぱここをね、避けがちなんですよ。自分の給料明細を子供に見せていくとかね、納税額を見せていくとかで、自分の個人所得をね、見せていくとかね、こういうふうなお金の勉強をこと細かく家庭で子供たちに伝えていくこと、これが非常に大事になってきて、どのぐらいの家計所得、ね、家計所得なら小遣いはいくらで、行動範囲がどのぐらいで、塾の費用どのぐらいかけられるのか、なんでお年玉がこの額になるのか、これ全てね、明確にするべきだと思うんですよ。でもちろんむちゃくちゃ稼いでいたらそういうのはいらないかもしれません。いいよいいよと、どうせ子供が使う金なんて年間で何百万くらいでしょって、それに全然余裕あるからみたいなんでね、いちいち知らせないっていう方法もあります。でもやっぱりね、貯金が必要な人とか家計が細かく必要な人っていうのは、所得の低い人であればあるほどそれがやりやすいし必須になってくるんですよ。10万円すらね、もう分配できない人がいるわけですよ。しようともしてない人がいるんですよ。どうやってそういう人がお金のスキルを貯めるんですかとかね、貯金のスキルを高めていくんですかってことになります。まあいろいろと話すと長くなると思いますけども、今回の動画ね、これでこういうのをね、どんどん出していけばいいと思うんですよ。ただ時間がね、16分ぐらいになっちゃってますんで、前半と後半に分けていくとかっていう方法でいくのが一つかなと思います。やっぱり10分を超え、だいたいね、動画の長さって10分を超えない程度に作っていくっていうのがね、一つのコツになってきます。で、前半後半に今回の動画を8分8分からで分けることによって、前半を見て、あ、なるほどと思った人が後半まで流れ込んでくるわけですよね。でもこれ後半見なくてもいいかなと思った人は後半来ないわけですよ。そういうことで前半の出来が評価できるんですよ、自分で。例えば前半の動画が再生数20でした、後半は5でしたってことになると、前半の動画の作り方はこれはね、良くなかったなってことに気づくわけなんですよ。こういうふうに前半後半に分ける、前期中期後期に3つに分けるっていう方法もありますよね。まあこういうふうな方法を用いてみて、動画の長さを調整してみてはいかがでしょうかっていうことが一つ。もう一つはですね、ちょっと演出ですよね。演出を、これはこれから動画をたくさん作る中で、まあ今日いきなりすぐ全部をやるってわけではないんですけども、こうね、こう表情を変えながらね、面白おかしく説明した方がいいですね。ワクワクするように、ウキウキするように。例えばお金の勉強しようと思いますっていうふうに手を添えるだけでも違いますし、お金に関しては3つのスキルがあるんですっていうふうにして、これ指をね、指し示すこととかも違いますし、たくさんお金を貯めたいよねとかね、ちょっとしかお金がたまんない場合とかっていうふうな、この手のアクションもいるわけなんですよ。だからバストアップって言って、この私いつも胸から上が出るように意識してるんですけどね、こういうふうな全体像でバストアップということですね。だからショルダーアップって言って、肩から上だともう手の身振り手振りがね、なかなか伝わりにくいんで、気持ちを動かすには至らないかなと。要するに何を話すじゃなくて、どう話すかっていうところが、実は人に物を使える時の7割ぐらいを占めてるんですよね。まあ、ですのでこの辺もちょっと意識していただくことと、あとちょっと表情ですかね。表情をもうもろ原稿を読みするのはしょうがないんですけども、やっぱりね、意識して表情をしっかり作っていくこととかも大事になってきます。時にはね、こうやって楽しそうに話したりとか、時にはこう片目をつぶって辛そうに、何かに耐えてるようにとかね、こういったことによって視聴者さんの気持ちっていうのはあっちに行ったりこっちに行ったりとかして、目が離せない動画になってくるわけなんですよね。まあこれにつきましてはね、私がものすごく再生数とか視聴者数にこだわってる時にはよく使ったんですけども、最近はね全然そういうことしなくなってきて、まあそれを見て、なんですかね、あまり必要ないんじゃないかなって感じるかもしれませんけど、これもね、やっぱりこう始めたての頃はね、よくやらないといけないんですよね。慣れてくるとね、まあ何て言いますか、話の内容が大事になってくるんですよ。慣れてくるとね、話の内容が良ければ特に演出は
なくても話の内容自体が演出になってきますんでね。だから最初はやっぱり演出に助けられた方がいいのかなというところですね。それが2つ目です。1つ目は動画の長さです。2つ目はこう話す時の表情です。特に顔出しで話している場合っていうのは自分の表情が全てですんでね、そこも意識してやるといいかなと思います。またですね、3つ目なんですけども、演出の道具っていうのもありますよね。今ストーンさんはバッグにカレンダー、そしてなんかね、なんかこうお地蔵さんの絵が描けてられてますけども、それはそれでいいんですが、例えばねこういった紙にお金の勉強って書いて後ろにペラッと貼るだけでもだいぶ変わってきます。通常は編集でこの辺にテクスチャって言って文字を出すんですけども、それをしない場合は手書きのやつはねこうやって貼っとくことによって、まあお金の勉強の話をしてるんだなってことが途中から見る人でも分かるようになるわけですよ。しかもそれがそのままサムネイルに使えちゃったりもするんで、なんか手間いらずってところもあるかなってことですよね。はい、それであとはね4つ目、ちょっと多くなってすいません、4つ目ぐらいにしときましょうか。4つ目は視聴者さんに問いかけをしてみたらどうかなと思うんですよ。問いかけね。そうすると答えざるを得ない人ってのが出てくるんですね。もしくは答えないまでも自分で自分にその問いをですね、こうフューチャーする方が出てくるかもしれない。そういうようなことも大事になってきます。じゃあつまりどんな問いかけをするかっていうと、例えばね、あなたは今までいくらまでの貯金だったらしたことがありますか、逆にいくらまでの借金だったらしたことがありますか。それ両方ともお金のスキルの話なんですよ。貯金を10万円までだったらしたことがあるよって方ね、貯金箱に10万円貯めました、あなたは10万円の貯金のスキルがあるってことです。でも世の中には1億円10億円の預金残高を持ってる人もいますよね。これは預金のスキルが優れてるとも言えるんですよ。あと反対側で借金です。あなたはいくらまで借金をしたことがありますか。友達とラーメンを食べに行った時に、ああ終わり、財布忘れた、ちょっと2000円貸してくれるみたいな感じで2000円を借りれるスキルがあなたにはあるのかもしれません。でもお金を全く借りたことがない人、あなたはお金を借りるスキルがないと言えるかもしれませんね。でも10万でも100万でも1000万でも借金する方がいるんですよ。この方は借金スキルに長けているとも言えます。そして貯金のスキルと借金のスキル、これキャッシュフロー的にはどちらも一緒ってことなんですよ。なぜなら貯金にしても借金にしても自分の使えるお金が膨らんでいるという意味では同じなんですよね。じゃあ明日までに1000万作ってきてよって言われた時に、貯金が1000万できる人っていうのは貯金を下ろして持ってくるってことができますよね。でも明日までに1000万持ってきてよって時に、あちらこちらから借金をかき集めてきて1000万作るっていうのはどういうことかっていうと、信頼残高が1000万貯まってるとも言えるんですよ。だから普段の行動言動、人との関わり方の中で信頼残高を積み上げている人っていうのは、お金を持っていなくても必要な時にいろんな人から引き出す能力があるとも言えるんですよね。当然借金だから返さなくてはいけません。でも返せるだろうこの人ならと信頼されてるからこそ10万20万と借りれるわけなんですよ。逆にピンチの時にお金を貸してくれる人がいないということは、今までの人生を大いに反省しないといけないということかもしれないですよね。なぜなら借金ができないという自分、貯金をしてこなかったという自分、借金も貯金もできないスキルが自分にあったということにやっと気づくからなんですよ。さあピンチの時に気づいてももう手遅れです。今日から預金のスキル、貯金のスキル、借金のスキル、お金の勉強をして積み上げていこうではありませんか。それでは次回の動画もお楽しみに。ゴッドファーザーという感じですよね。いってらっしゃい。